お金を持ってない相手から、お金を要求することはできない、のである。独裁制に、こだわる限りは最後、神に喧嘩を挑むことになり消える。故に利益性は発生しないのだ。神の言うことを聞く、ということは、裏側の意向に従うということだ。独裁創作は利益にはならない。すべてを独占するような欲求は慎まねばならない。働かねばお金は出ない。とにかくお金を出してくれ。表の要求は、それだけ、である。正義はどちらにあるか。100億円投資してビルを建ててしまったんだよ。これが、100億円で売れなかったら破滅だ。知らん。何かの返済猶予期間は、あるのだろうか。他に何らかの方法はあるのだろうか。お金の生み方は同じだ。変化はない。核兵器など使わなくても勝てた。可能性はまだ残ってるのだろうか？相手はお金がない。